だった。うん、すごい日光が日陰はね、なんか割とだったし、夜は割ともう涼しくて、あ、涼しいなとかって思っててんけど、昼はねやっぱ暑かったわ。めちゃくちゃいい日光日和じゃなくて、間違えた、いいなんだっけ、洗濯日和でしたよ。うん、花粉もすごかったけど、たくさんお洗濯できた。うーん、たくさんお洗濯するものはなかったかな、残念ながら。うん、ちょびっとだけしかなかったけど、ちょびっとだけ回しました。明日波動行ってくるだって。おおっていうか、ゆりなたちもさ、20日本番やけどさ、マジで久しぶりすぎて、その波動をやるのが結構間空いたやん、1ヶ月ぐらい空いたやん。え、なんかさ、大丈夫かな、めっちゃ体鈍ってそう。体鈍ってて最終決戦ってやばいよな、マジで怖いんだけど。ね、めっちゃ怖いわ。マジで最下位だけはなりたくないな。あとちょっとですよね、楽しみ。さあ、練習する日は分かんない、人が集まんないかもね、忙しいからみんな。どうなんだろう、分かんないです。なんかね、波動の絵公式さんでね、いろんなね、区別のやつが上がってたんだよな。どこで見たっけ。あ、これラッキーガール、ラッキーガール1番ね、ユーリーさんだった。で4位にポンさんが入ってた、4だと。うん、うちが戦うのはコミさんと、あ、ハータンだ。ほんでナルとメグさんが戦うのはオンさんとセイナさん、スタオとユリさんは千葉エリーとマリアで、アヤミンナナセがオリンちゃんとセリ。オリンちゃんとセリ勝てそう、ナナセとアヤミンだったら。なんかアヤミンもね、めっちゃね、点取る人みたいなのに入ってたんだよな。なんだっけな、なんかのやつにね、入ってた気がするんだよ。あ、これにも入ってるよ、勝利の女神ってやつに。5位にあやみんも入ってるし、めっちゃ遡ってるけど、
ね、指ね、わかんない。でもまあそこまで握らないからいけるっちゃいけるのかな。ちょっとわかんないんだけどさ、あれ、なんかさ、そういうやつなかったっけな、あれ結構前かな、どっかで見たんだけど、なんかチーム別の得点のやつとかさ、これもなんかある、全チームの平均得点ランキングを低く、総合点王は村山優里さんです。だってやっぱ優里さんめちゃ強いんだわ。ダントツだって8.2だって、えげつな8点。でも優里さんの場合はマジでファンの人の数がえげつなすぎて、なんかもうボール集めとか尋常じゃなかったらしい。あの伝説を聞いてしまってるから、なんかもうそもそもにユーリーさんが強いのもプラスファンの人の力がすごすぎて無敵やん、鬼に金棒マジで。んで、で2位のところになるも入ってるだし、で3位のところは七瀬、4位のとこがあやみん、5位のとこがユリナよ。だからとりあえずさ、みんなさ、あれなんだわ、このさチームのさ何位何位何位の得点王のやつ、そうだのやつのあれにも入ってる人が決勝さ出るんだね。だってユーリさんも出るし、オナルも出るし、七瀬も出るし、あやみも出るし、うちも出るし、そう、それこそだから言ったらさ、なんかさ、ここのチームでさ言うとさ、七瀬とあやみんって3位と4位の人なの。3位と4位の人がさ1試合目に来てるじゃん、なんか強そうじゃない。しかも七瀬もうまいらしいし、あやみんもめっちゃうまいの。あやみんめっちゃ分析型で超うまくて、で A が誰だっけな、セリカと誰かだったじゃん、絶対勝てる気がする。分かんない、油断は禁物だけど、なんか自分が今までその戦った感じの見ると、そこの七瀬あやみんペアは勝てる気がするんだよな、相手のなんだ、対戦相手的にも。だってさ、ここの得点王にさ誰も入ってないでしょ多分。ここにさ、ほらここに、だって、あ、でもおりんちゃんが入ってんのか、ん、おりんちゃんがセリカとおりんちゃんか、あ、対戦相手のフラグをもう 戻るのめんどくさい、これ着いた、おりんちゃんか。でもおりんちゃんがここの総合のやつだと、また戻んなきゃ、めんどくさいなこれじゃあ。でもここの5位の中に2人と1人しかいないから、多分ね、しかもおりんちゃんもセリカも多分防御型だった気がする。シールドタイプでしょ。で多分どっちかが攻めに来るんだけど、でも多分そう考えたとしても勝てそう、勝てそう、1試合目はこの感じ見てると、1試合目はね。対戦チームもう一回見よう。でもみんな間が空いてるから分かんない、どうだろうね。結局間が空いてるからさ、ぶっちゃけさ、まあ分かんないじゃん、なまってる可能性も高いし。で次が千葉恵里マリアと下尾とユイさん。でもユイさんの場合、5月20日はもうファンの人がめっちゃ多そうなの。シンプルにバロメーター上がるのもめっちゃ上がると思うし、多分ボールもめちゃくちゃもらえると思うんですよ。そうだから多分ユーリーさんに関しては、ユーリーさんも普通に強いんですよ。だけどファンの人の数が異常なぐらい多いから、もうマジで多分そこのバロメーター自体が強い。だからもう一瞬でなんかここはマジで倒せそうな気がする。
正直その千葉襟めっちゃ強いんですよ。結構強くて、マリアはちょっと分かんない、戦ったことないから分かんないけど、千葉襟はめっちゃ強いってコーチの人も言ってて、強いんだけど、で多分マリアが守りで千葉襟が攻めだと思うんですけど、ここもなんか多分ユーリさんのファンのユーリさんのもう防御力で、ユーリさんって多分攻めですよね、きっと。下尾が守りですよね。だから絶対攻めの人が、なんだろう、そのバロメーターが高くて、段数めっちゃマックスとか大きさとかスピードとかがもう、なんだろう、こう上に行けば行くほどめっちゃ強いんですよ。だって弾が溜まるのが一瞬だから、パン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 ずっと打ち続けられるし、大きさも大きければ別に避けられないんですよ、でかすぎて。そもそもで速いともっと避けられないから、ってなるとマジで絶対強い。絶対強いから、だからここの1試合目2試合目はマジで勝てそうな気がする。今までのメンバーが戦ってる感じを見たら、なんかここはなんかよっぽどの、なんだろう、敵がめちゃ強くなってたとか、よっぽど調子が、フォーが悪くなかったら、勝てる気がする、メンツ的にも。これはね、なんかね、勝てそうな気がするわ。決勝戦決定とかめっちゃ このさ、ズッキーとさ、小田ってさ、波動めっちゃ出てるイメージあるんだけど、なんか波動のコーチもよく出てるイメージあるって言ってたぐらい、めちゃくちゃよく出てるイメージ。オグリクルルンペア、あここなんかの時戦ってなかった、このペアで。ここさ、なんかの時も戦ってなかったっけ、このチームで。なんかめっちゃそのイメージがあるんだけど、なんだっけ、なんかのやつ戦ってた気がする。だからなんかここ分かんない、でもいい試合そう、個人的になんかいい試合そうじゃない？で、ひななさんと大西、ゆきりんさんとさとみな。ああね、でもさ、ゆきりんさん私、あんまり出られてないじゃないですか。だからゆきりんさんの波動を知らないんだけど。でもさ、大西がさ、このさ、得点王のやつでさ、1位なのよ。チーム K だと。一番強いの。そう。で、この中に里見の名前は入ってないから、なんかこの感じでいくと K の方が、ここの4試合目は K が勝ちそうって思うんだけど、分かんない。なんかそのあんまり自分のなんか戦ってるあれがないのよ。そのでもなんか里見は自分でめっちゃ弱いってずっと言ってて、波動で。そのイメージしかめちゃくちゃなくて。そう、なんか弱いんです、弱いんですってなんか毎回言ってるイメージしかなくて。でもゆきりんさんはどんなのか分かんないし、でも大西が強いのは知ってるんですよ。あ、地道な走り屋さん、くまさんタワーありがとう、母の日ギフトだ、ありがとうございます、ありがとう、イエーイ。そうだからここの試合はね、ぶっちゃけなんかこうトータルで見たらちょびっと K が勝ちそうかなっていう予想ね、勝手な予想。んで、次、ビリ決定戦。コミさん、ハータン、ハーちゃん、ユリナ。ハータン、ハーちゃんだって。面白。そう。でも、これはぶっちゃけわかんない。私、コミさんと、ハータンの、わからないんです。そう、あんまり戦ってる姿を見たことがなくて、ぶっちゃけ。そうだから正直どういう戦いをされるのかがわからないです。ハータンもそうなの、マジでわかんなくて。
ちょっとやばいなって思ってて、なぜならコミさんですね、得点王2位なんですよ。で、私得点王5位なんですよ。そう。だからこれだけで見ると A の方が強いんですよ。そう。で、多分コミさんが攻撃でハータンが守りで来ると思うんですよね。だからちょっと正直、私が出た時にコミさんをあんまりそこまで試合数を見たことがなくて、なんかそれがちょっとデータがなさすぎて、こんな感じっていうのが分からなさすぎて、ちょっと厳しいかな。ワンチャン、いや、弱気はダメなんですけど、ぶっちゃけね、このデータだけで見ると、5試合目はなんか A の方が若干強そうな感じがする。この得点の取り方の、得点の表を見たりとかすると、ちょっと分かんない、その時のコンディション次第かなっていう感じ。私がめちゃくちゃコンディションいい時だったら勝てるかもしれないんですけど、私本当にコンディションに波がありすぎて、もうバカ弱い時バカ弱いし、でも強い時強いんですよ。いや、ちょっとその時にもよるかも、結構微妙で。6試合目がオンさんとセイナさんと、ナルとメグさんなんですけど、オンさんが獲得点数1位の人なんですよ。で、セイナさんが5位の人なんですよ。だから1位と5位がいるんですよ。で、ナルが2位なんですよね。ナルが2位で、メグさんはここの中に入ってないんですよね。だからこの表だけで見ると若干 A の方が強いかなって思うんですけど、オンさんはね、確かに強くて、でもセイナさんは私あんまり見たことがなくて分かんないんですけど、でもナルもめちゃくちゃ強いし、ナルもめっちゃ調子が乗ってる時ってめちゃくちゃ強いんですよ。で、メグさんも、私前回メグさんと戦わせてもらったんですけど、メグさんって基本、いつも守りなんですって。だけど私と戦った時は攻めもやって守りもどっちもやってたんですけど、守りはよくやってるからメグさん守りめっちゃうまいんですよ。シールド張るタイミングとかめちゃくちゃうまくて、で、ナルが完全なる攻めの人なんですよ。だからここ多分結構相性いいと思うんですよ、個人的に。すごく相性いいと思うから強いんですけど、ただ相手も強くて、ここに関したらオンサンセイナさんが強いからチーム4も強いんだけど、なんかこっちの A チームも強いから結構いい試合じゃないかなっていうふうに思います。ただナルはすごく攻めうまいし、メグさんもめっちゃうまいから、ここめっちゃうまくいったらめっちゃ点取れそうな気がする。いや、だから本当にぶっちゃけこれを見ると、なんかその私とハーちゃんペア結構頑張んないと、多分ね、誰よりもこのペアの中で一番弱いんですよ、4のペアで言うと。そう、そのこの得点のコンビからすると、だってさ、得点5以内に入ってる1試合目で、次は得点王に入ってる人がいて、で、ここが得点が5位の人と5位の人しかいない、で、ここは2位の人がいるでしょ。だからこう見ると一番私のチームが弱くて、そう、私のチームが一番弱いんですよ。だし、多分票を獲得できる的に感じても、多分あんまりこの私のチームが、私のファンの人が少ないのが申し訳ないんだけど、バロメーターが結構上がんないかなって思ってて、そのこの4チーム中3チームの人はやっぱファンの人も結構多いし、まあすごくファンの人たくさん持ってるっぽいメンバーなんですけど、私のこのチームてんてんてんって感じだから、ぶっちゃけそこのさ、腕も一番この4チーム中弱い、ファンの人も一番この4チーム中少ないってなると結構厳しいなと思ってて、でもこれでなんか負けたら本当に終わりだから、マジで勝ちたいんで、
まあ、皆さんよ、ぜひボールください。で、メーター上げてください。マジでお願いします。本当に嫌だ、マジで負けるとか。やばいやばい。にしては相手が強すぎるんだよな、結構。そう。だからマジで、なんかこうやってちゃんと分析すると、マジで自分のチームだけが一番怪しいかも。一番勝てる勝算弱すぎて、なんか、いけっかこれって思うんだよな。ちょっとそれがね、マジでね、ほんまに、あー怖い怖い怖い。でもマジで勝ちたい。だってさ、ビリさ、なんかさ、ビリはなんかあれよ、なんだっけ、1位の人たちの裏方の作業をなんか手伝うみたいな。いやもうきついやん、絶対そんなの。絶対嫌やわ、そんなん。もうみんな絶対嫌や言うてたから、もうほんまに、ほんまに、やばい。え、これどうなったらどうなんの？よく分からへんないけど。これ何回負けたらアウトとかあるんかな？どういうあれなんかが分からへん。あ、ん？いつも通りの試合が2試合分ってことやから、普通にいつも通り試合して、この中で1、2、3だから3位と4位取ってしまって、3位と4位取ってしまったらビリになるってことか。だから絶対1位か2位しかもうダメなんだ、普通に考えて。だって3位と4位、3位と4位ってなったら、結局相手のチームが1位と2位ばっかってことになるから、1位と2位だったら100%ビリは避けられるってことですよね。だから結局もう1位か2位しかやっぱなっちゃダメなんだよ。だからどっちかがもし終わったら終わりってことですね。ああ、やばい、きつい、きつい、きつすぎる。ああ、終わった。あ、ちなみに7試合目はね、ひなことらんちゃんとなーみんと京香ちゃん。うわ、強っ、京香ちゃん、もう、京香ちゃん、噂によるとめちゃくちゃ強いらしいですからね。やっぱ、普段からエペやって鍛えてるだけあって、ああいう狙い撃ちめちゃくちゃうまいらしくて、そう、なんか、あんまり出てないのに回数、めちゃくちゃうまいってなってて、だって京香ちゃん、得点王2位ですよ。そんなに波動めっちゃで、1位は、大森ちゃんなんですよ。でも大森ちゃんっていっぱい出てるじゃん、波動にね。常連ぐらい出てんじゃん。でも京香ちゃんってさ、そんなに出てないのにこの得点王2位取れるって、それほど1回の試合でめっちゃ点取ってるってことじゃないですか。ってなったらめちゃくちゃ強いじゃんって個人的に思った。そのひなことランちゃんの強さが私は分からないから分かんないんですけど、ね、ナーミンも普通に強いんですよ。だから B がここの試合勝ちそうって思ったけど、次は田口ちゃんとずんちゃんと大森ちゃんとはるぴょんか。でも大森ちゃん一応こう得点王なんですよね。そう。あ、しかもナーミン3位だって。ここめっちゃ強いじゃん、2位と3位が相手だって。超強いね。で、田口ちゃんも強いんだよね。田口ちゃん5位だよ。5位、得点王5位の人だ。あ、でもひなこもさ、得点3位にいるんだ。でもまあ合計でしたらどっちにしても B の方が強いのか。だからここでもなんか結構いい試合そうじゃない？大森ちゃんもさ、田口ちゃんもさ、いっぱい試合出てるじゃないですか。なんか常連ぐらい毎回毎回出てるじゃん。だからさ、ここ結構いい試合しそう、この2人筆頭に。ね、結構いい試合しそう。ね、いや、やばいね、みんな。これはどうなるんだろう。マジさ、優勝決定さ、安心できるけど、マジで
マジで本当にビリーだけは本当に無理だって。ビリーってさ、やばい、ただ働きだよ、ただ働き。やばいよ、ただ働きだよ、ただ働き。やばくない？マジでただ働きだけは本当にしたくないんだけど。だって映んないのに仕事するんだよ。きついね、それは。それはちっとばかりきついね。だって映らない、どんなに頑張っても映らない。マジで絶対嫌、私絶対大変。なんだっけ、商品って、今回1位の商品って、あれ1位の商品ってなんだっけ今回。なんだっけ1位の商品って、あれ CM は1個前か、あれなんだ、ラジオじゃなくて、あらくら、あーやめた。CM？ CM か。絶対大変だ。なんかさ、それこそさ、この K とかはさ、ハワイとか、そう、MVP だから違う、商品じゃない。なんかさ、K とかがやってたんとかもさ、あれやろ、だってさ、カットってなったらさ、はい、皆さん、アウターですとか言ってさ、もうこうやってさ、アウターどうぞ、まだ夏やからアウターとかない、逆にこうだ、日傘だ、日傘。どうぞ、日傘ですって言って持ってって、暑いですよね、こうやってやらんといけん。いや、わかんない、AD さんはそんなことしないけど、しないけど、でも多分こんだけ駆り出されて、多分こんだけ人数いたら絶対多分そうなると思うんですよ。なりそう、わかんない。なんかさ、その多分 AD さんとかとはまた別じゃん。だって AD さんとかってさ、ほら、その撮るさ、カメラマンさんの補助やったりとかさ、そのさ、技術的なことはさ、できないから、うちらは何も技術を持ってないから、なんかできないから、多分そういう、多分AD さん、そうね、お弁当出したりとか、多分そういう感じで、荷物持ってあげたりとか、でもそういうことをするんじゃない？いや、なんか自分らもこう仕事させてもらっててさ、こう AD さんとかさ、そういうさ、アシスタントの人たちがさ、めっちゃ大変なの知ってるんよ。そうね、マネージャーさんとかはさ、こうお水とか持ってさ、こうメンバーがさ、終わって、あ、お水ですどうぞとか、お水飲みますかとか、お水大丈夫ですかとかさ、特に夏とかは、冬とかは別にいいんだけど、夏とかはさ、やっぱ暑いからさ、多分お水飲みますかとか言わんときにしてさ、メンバーだ、携帯とかさ、結構マネージャーさんとかにさ預けててさ、終わったら携帯貸してくださいみたいな、あー携帯ですね、はいどうぞとかするやんか。それさ、めっちゃ大変なの知ってるからさ、それをやるんかなと思ったらさ、大変やね。だからうち本当にマネージャー業やってる人すごいなって思う。わかんない、その自分らのマネージャーが AKB のね、マネージャーが特殊なのかもしれないんだけど、そのわかんない、他の仕事のマネージャーさんがどんなのかわかんないけど、でも多分もっと偉い芸能人とかのさ、多分人たちのマネージャーもっと大変なんだろうけど、このうちらのマネージャーさんの大変なところは、大人数を少人数で見てるんですよ。だからそれがすごく大変だなと思ってて、そう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 。
そうだからそれがすごい大変そうってめっちゃ思うし、まあ、逆になんか例えば大物とかのマネージャーとかやってる人とかだとさ、ほぼ1対1とかで、まあ1対1っていうか、そのマネージャーさんはいろんなタレントさん持ってるかもしれないけど、でも基本その現場でさ数人を1人で見ることなんてないじゃん基本、まあ21か11とかさじゃん。でなんかそのすごい人とかによるとさ、車で迎えに行ったりとかさするわけじゃん、そのタレントさんの家まで迎えに行ったりとかさ、なんかもっと大変な人はもっとね、なんかもう荷物持つとかさ全部やったりとかさ、スケジュールとかもすごい大変そう、全部やらんといけんじゃん、スケジュール整理とか。そういやだからマジで本当に本当にすごいって思う、マネージャー業を選んだ人たち。いやー絶対に無理 絶対に無理。うちなんかそのすごいさ本当に無理。本当にすごいと思うマジで、いろいろと。でもその AD さんとかもすごいと思うよ、だってめっちゃ怒られてるイメージしかないもん。 AD さんとかの頃ってさよくさ怒られてばっかだって言うじゃん、それで結構やめたりするじゃん AD さんね。でもさそのさ AD さんを得てさ D になるわけでしょ、すごいよね、マジですごい、本当すごい、なんかすごさを知ってるからこそ自分にはできないなーって思っちゃう。いやマネージャーできないよ、できないできない、できないというかやりたくない。本当っていうかもう普通にさその辺で生活してる人全てすごいと思うわ、なんかいやーすごいよ本当に、なんかもういや私一般社会に行ったら生きていけないなもんだって何するにしてもさ仕事にしても資格とか必要じゃないですかね、だって船とかでもさその船のさ大きさとかによって資格もさ違うしさ、大きいトラックとかでもさその資格が必要じゃん。でなんか重機とかにしても資格が必要だし、なんかビジネスにしてもなんかもっと行くと資格が必要だったり、資格持ってる方が有利だったりとか、なんかすごいよね本当に。できる気しない、だって何も資格持ってないもん、何も資格持ってないし、なんなら高卒だしうち いやなんかほんと今になって思った、大学行っとけよかったちゃんとって思ったんよ。なんかその頃はもう本当に AKB 一筋すぎて、もう AKB で絶対に上に行きたいって思ってたから、なんか学業優先で NG を出すっていうことが自分には本当に嫌で、全部AKB 優先しまくっとったんですよ。そう。でも、そう、なんかほんと自分の中で AKB がもう一番で、AKB 一本で優先、絶対的優先っていう風にやりすぎちゃってて、でもすごい今の子賢い。みんなちゃんと大学に行って、AKB もやって、大学も行って、ちゃんと、大学も卒業してちゃんと AKB 辞めた後でも大卒でちゃんとこうさなるようにさちゃんと考えてんのは偉いなと思った、マジ未熟だったわ、うち失敗した。でももし自分が今のこの状況で高校卒業する17とかだったら大学行くかも、今の環境だったら大学行くかもしれない普通に。ただその頃はまだ
ットに入って3年とかだったから、なんか自分の中でもさ、なんか もうなんかこうまだ AKB で行くんだっていうのがあったから、そっちに全振りしちゃいすぎてたけど、そうでももし今のこの生活で今の感じで18、17だったら大学に一番行くわ行ってた方が良かったなって普通に思う。でもなんかその時 NG を出して干されるのがどうしても嫌だった。なんか大佐も干されてたから、高校生の時になんかもうこれ以上干されたら終わるなって思ってたから、大学に行って大学優先なんかしてたら終わるわと思って、代わりなんていっぱいいるし次違う子使われてしまうかもって思ってたから、そうで自分は思ってたんね、その時の自分の置かれる状況的に思ってたから絶対とかって思ってたんだけど、まあ、今だったらね全然大学行くよね 別にうんぬんかんぬん干されてるから。しかも結構やっぱメンバーもさ、大学でさ結構辞めたメンバーもいっぱいいたしね、同期で。まあでもなんか自分のその時の考えとしては、大学は何歳になっても行けるから、その制限がないから、例えば AKB 辞めて、こういう、例えばなんか違う資格取りたいとか、そっちの専門行きたいってなれば、いつでも一応入れるっちゃ入れるから、大学ってね、その見つけた時にそっちに行くのもいいんじゃないって親に言ってもらえたのよ。そうなんだ。だからなんか目的が、まあそれが大学じゃなくてもいい、例えば違うもので資格取るってなった時に、資格の勉強とかもそうですし、そうこれがこうって思った時に行けたらいいな。そのためにもやっぱ貯金しないとね本当に私はマジでもう本当親には超感謝してる。うちの親はちゃんとこのちっちゃい時から祝いだったりとか、お年玉とかそういうもらったものを全部ちゃんと貯金してくれてたんですよ。そうちゃんと貯金してくれてて、そうマジでありがたかったなと思う。なんかね、ちゃんとね、〇〇さんからいくらもらったっていうのをちゃんとつけてて、ママ。で、そのなんか、他のい、あの、その、その家の人にも、同じだけのお金をこう返せるようにって言って、で、ちゃんとつけてたりとかしてたし、そう、ちゃんとお年玉とか貯めてくれてたから、そう、なんかわかんない。人によるのかもしれないけど、うちの家は、別にめっちゃ裕福な家じゃないから、その親がずっと貯めてくれてたお金でランドセル買ったりとか勉強机買ったりとか、そういう大きいものを、例えば制服とか高校の制服とかね、なんか多分そういう系を多分そこから出してるの全部。学校高校のお金とか大学のお金とか全部そこから出してて、そうだから親がちゃんとちっちゃい頃に貯めてくれてたし、うち別にちっちゃい頃ね、そこまでね、こだわりなくて、なんか勉強机も、ママのお下がりもらったから、0円だったの。
そう、なんかそういうふうに結構ね、あんまね、使いすぎてなかったおかげで、そう、ありがたいことにね、よかった、マジで。でも自分の子供がもしできたら、いや、さすがに子供のお金に手は出さないですよ、さすがに。それはやばい。だって子供のためにくださったお金じゃないですか。さすがにそんなことはしないですけど。でも分かんない、人の家庭によったらさ、そのさ、別に自分のさ、貯金から出さないっていう人もいるじゃないですか。親が普通にお金出してくれるみたいな、学費も全然親のお金だよみたいな、そうっていう家もあると思うんですけど、私はちょっと、いや、そんな余裕はねえんでっつって そんな余裕はねえんでっつって、お金足りないんだったら奨学金だし、それはもう人の家のあれにもよると思うんですけど、奨学金だったから返済大変、大変そう、いやー、でしょうね。我が妹も奨学金ですからね、大変だ、借金してるだけだからね、ただ単にあれって結局後々返すもんだからね。そう、いや、でもね、だ大丈夫だって、私もう24だけど、マジ親のすねかじって生きてるからね、まだやばいよね、ほんと24にしてまだ親のすねかじってんのかと思うと、本当に情けない大人だなって思いますね 本当だったら、この年になったら自分の給料から親に逆に仕送りをするぐらいの年じゃないとダメなんですよ。いや、わかんない、自分の理想はね、もう自分の理想はこうやって、こういう世界にいて、そう、よくね、間違えられるのは、こういう世界にいるからすごいお給料めっちゃもらってるって思われるんだけど、だからその人それぞれだから、うちは別にそんなことないんだけど、でも一般的にさ、やっぱ思うとさ、めっちゃもらってるんでしょって言われんの、言われるの、うん、全然って感じなんだけど、めっちゃやっぱ思われるからさ、そう、でも全然親のすねかじってますけどねーっつってね そう、だから、おお、少しでもね、親にさ、この逆仕送りをね、できるようにね、なりたいですね。いやー、難しい。難しいね。そう、あ、そうだ、みんな母の日何あげますか？私もうちょっとだよね、母の日って14とかだっけ？そう、おー、カーネーションか。私毎回ね、食べ物をあげてる そう、毎回お菓子、ケーキとか食べ物なんですけど、そう、お花とかはね、ちっちゃい頃あげてたし、あと枯れない花とかあげてたけど、でも結局置く場所ないなと思って、そう、なんか置く場所あるんだったら、なんか前あげたやつとかトイレに飾ってあった気がするけど、なんか置く場所あるんだったらいいなとかって思うけど、置く場所さないからさ、どうしようかなって思ってるんだよね。食べ物が一番ママが欲しいもん送ってきたんだけど どんなやつって聞いてみよう なんかさ、欲しいもん逆に言ってほしいよね、もうこれが欲しいですって
そう、言ってほしいね。パパの日は何あげてたかな、分からへんけど、何あげてたっけな全然覚えてないねんけど、そう、何あげてたかな、でもお誕生日とかもあげてたけど、いや枕が欲しいって言われたどんなのって言ったら、首が楽なやつだってさ、うちのさ親とか使ってる枕マジでほんの本当にチャッチー枕やからなえでもさ、なんかさめっちゃいい枕とかさ、もうほんまに万円とか出したらさ、あれよな、オーダーメイドで作れたりする店東京とかにあるよな。でも親東京に連れてこなあかんわ、それはちょっとむずいな親をまず東京に連れてくる時点で数万円かかるからさ、香川からそう、しかもさ親がさあのコンサート見に来てくれててんけどさ、残念ながらさ私会ってないのよね、マミーに。ショック。ね、会ってないのよマミーに。パパはちょっとだけ会った。そう、なんかちょうど29日もう泊まってたんよ、その29コンサートして30もうコンサートやったから泊まっててホテルに。だからママに会ってなくて、パパにはあの30日帰った夜に会った。そう、ママは昼の夜見てないのママ。そう、なんかもともと来れなくて仕事的に難しくて来れなくて、でも行けるかもってなったんやけど、もう夜のコンサートのチケットがすぐ売り切れたから、でしかも親の観覧できるのがもうえらい数ヶ月前に募集がかかってて、でそれでママが無理ってなっててんけど、なんか行けるかもってなって聞いたんやけど、いやチケットないですって言われて、ママは仕方ないから30日の昼だけ見て帰ったの。だからもうそのコンサート終わって帰って、パパは昼も夜も見たから、その30日の夜帰ってきた時にパパに会って、普通にパパとあのそうパパと普通にお話はできてんけど、そうそうなの、ピエンでしょ。うちが配信してる間パパお風呂に入ってた。そう、なんか昔からそうやねんけど、昔からパパがこうたまにね、この東京のこのお家に遊びに来てくれてたりとかしてたんと、コンサートとか、そうなんか普通の時なんかちょっと家のあの普通にあのなんだろう、洗濯機がぶっ壊れた時とかわざわざ来てくれててんか。そうで、それでそうなんだけど、なんかいつもやっぱりパパは男性やから、そのすごいパパもめっちゃママもめっちゃ気にしてくれてて、なんか親なんやけど、なんかそれこそさパパ結構さおおとかすんのよ。そうとかさ、なんかさちょうどまだ一人暮らしだった、妹もおらんかった時とかはさ一人しかおらんのに、まあ、パパとか泊まりに来てるからさ、こう物音がするわけよな。そしたらなんかファンの人が、え誰みたいな、ゆりなちゃん男連れ込んでるやんって。全然、いやそらパパやからな、まあ男っちゃ男やけど、パパやけど物音したらなんか、え誰かおんのとか言われたり、声がしただけでなんか、え男連れてきてるとか言われるのが本当に、それをすごいパパもママもめちゃくちゃ気にしてくれてて、そうめちゃくちゃ気にしてくれてて、もう本当に私は一人暮らしで数年前から、そうそう、だからなんかこの間はパパお風呂入ってくれてたし、なんならやばい時とかパパなこのさ戸、部屋の戸があるやん、戸の向こうでご飯食べてたんやで。そのショールームやってるこう部屋が一つしかなくて、こうさやってるじゃん、でさそのさ机で食べればいいやん、でもさ食べてる音とか
するわけやんか。でさ、ほっほっとか、もし潰れたらほっほっとかやったらさ、え、誰かおんのみたいに言われるから、パパわざわざこの部屋の戸の外、まあ、いわゆる廊下キッチンのところでご飯食べてくれててんやで、マジで本当に申し訳ない。そう、なんかそうやってユリナがあのファンの人になんか誤解されないように、そうって言ってわざわざそうやってやってくれてて、気使ってくれててね、本当にね、マジで申し訳なかった。パパや言うて、言うてもさ、信じへん人は信じへんしさ、もうほんまに。そう、いやパパやでとかって普通に言ってるけど、もう信じへん人もおるから、そう、もうそうやって気使ってくれてね、本当ありがたよ。それこそなんか実家に帰った時とか、まだなんか全然もっともっとほんと昔の時な、弟もうほんと数年ぶりとかにさ実家帰るやんか、でさ配信 してってな、実家で部屋でな、で配信するってな時の弟がな、その部屋に一緒に降りたいみたいな、そう降りたいみたいな言ってくれてんけど、弟もう弟年離れてんねんけど、結構でもな、声が結構低くて、うちの弟だから、なんかそれでもしちょっと弟が喋ったりとかした時に男の子の声が入るわけやんか、それをママに怒られて、あなた降りる、一緒に降りるでって弟は一緒にその部屋に降りたいって言ってくれてねんけど、あかんっつって降りるでママに言われて、あの降りてった、かわいそうに。別にいいんやけどさ、でもさ、そうやってママたちがね、そうやって男の人の声がすることを、そうファンの人にユリナがまた何か言われて、そうやってユリナがすごいまた気にして、その心がしょんぼりするのをね、すごい気にしてくれてたから、そうだから弟部屋追放させられてたマジでかわいそう、本当に。全然一緒に、普通だったらおってもいいのに、でも言われたらあかんからって言って、優しいやろうちの家族マジで気にしてくれててん、かわいそうに。そう、なんか映ったりとかすれば多分わかるんやけど、いや別に映るまではせえへんから、うちの弟もそうなんですよ。ウケピーでしょでも今はさすがにもう一緒にやりたいと言わへんけど、そうほんまにもう5年前とかの話よそう、うちがまだ10代だった時とかね、高校卒業してすぐの時とかぐらいの話やねんけど、かわいいやろめっちゃ、かわいいんでしょ。じゃあみんなも母の日なんかあげてくれ。じゃあママが欲しいって言ったもんにしよう。ピピピ。妹ちゃんと、そう私今妹と住んでます、二人暮らし。そうそうそう、ね、でもさ、まるね、まるまるの日とかね、確かに敬老の日、敬老の日とかいつなんやろな、逆に敬老の父の日もいつかわからんし、敬老の日もいつやったっけな。父の日は母の日の後よ、だって。あ、そうなんや。敬老は9月だね。そっか。9月か。敬老の日とかさ、一生
分からへん何あげていいか。うちずーっと同じもんばっかあげてなんかさ、おじいちゃんおばあちゃんってマジで何がいいんか分からんやんか。いつも同じのあげてる。なんなら黄色の日とか関係なしによくあげてる。なんかそれこそ東京から香川に帰ってくる時とかも、なんか大体2年とかぶりに帰ってくるから、いつもまあちょっとね手土産持って帰るんやけど、それも経路の日も一緒。なんか何がいいのかが分からなくてね、難しいよね。何開けてる。うちはちなみに食べ物いや食べ物ばっかり。なんか食べ物っていいよね、食せるから。そうだし、あの分からん、好きか分からんけど、なんか自分がそのまだ学生の時に、あの飛行機で行き来してた時に、なんか買ってきてってお願いされてた。そのなんかお客さんとかが来た時にお茶で出すようにとかで買ってきてってよく言われてて、それをあげてるんやけど、普通に おばあちゃんにね、なんかその食べられへんかったらそうやってお客さんにお茶菓子としても出せるし、食べきらんかったらね、やし、そうそうそうと思って。あげてないけど、東京バナナ、東京バナナじゃないよ、東京バナナじゃないよ。いや東京お土産じゃない、その辺にいっぱい売ってる。有名、どこが有名かわかんないけど、羊羹そうでもね、もうずーっとそればっかなんよ、ずーっとそればっかあげてるそう敬老の日もその羊羹やし、なんかそうじゃない東京から帰ってきた時もその羊羹やし、なんならバレンタインの時もその羊羹あげたし、めっちゃ羊羹ばっかやけん、めっちゃ羊羹で、こないだついこないだその親がそのコンサート見に来てくれてたから、見に来てくれてたからって言って、なんかちょうどそのバレンタインの時にそこの羊羹のモナカをあげたんよ。そしたらなんか美味しか、いつも羊羹ばっかあげてるから、なんかモナカあげたら、なんかモナカ、あそこのモナカ美味しいねって言われたから、この間そのママたちが東京に来る時にね、持って帰ってもらうように羊羹とモナカあげた。でもそろそろなんかちゃうのにせなな、ちょっといい加減、羊羹ばっかやなってなりそう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 。まあでもなんかもう食べられへんかったらさ、あのお客さんにあげりゃいいしって思ってるからさ、そう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 なの。何あげてんのみんな、おばあちゃんとかおじいちゃんとか、何あげて、何あげたらいいやな、分からへん。なんかそのさ、そのおじいちゃんケーキとかあげてもさ、おじいちゃんたちとかさ、そんなさ、そんなさ若くないからさ、そんな食べられんやん一回でパクーみたいなマンホールあげたとて、日持ちせんともったいなくない？やっぱそのちんみりちんみり食べるやん、そのちんみりちんみりにやっぱ合わせられる賞味期限が良くない？そうかといってなんか今時のとかあげてもさ、ねえちゃうやん。食事に行くからな、いいな食事に。ちょっとさすがに香川やから遠いな、うちもなかなか帰られへんからさ。せんべいか。なんでマカロン怒るん？分からん。ねえ、食べれるもんとかやっぱ聞いてみんとな、おばあちゃん。でマカロンとか日持ちせんからあかんわ、日持ちするもんじゃないと。
ちな1週間1ヶ月ぐらいさあれがいいね、賞味期限があるのがいいね。お入りだなって、なんで逆輸入、なんで逆輸入、佐久川で買った方がいいやん、東京にないて、東京にないて。東京バナナ、バナナとかはあげるから。何がいいな、人のプレゼントってマジでむずいな。なんかメンバーとか友達とかさ、誕生日プレゼントとかもさ、死ぬほど難しいよね。私めっちゃ並ぶ人、あ、並ぶ人じゃない、めっちゃ悩む人、間違えた、言葉間違えた、並ぶ人やってどこにやねんって話だけど、めっちゃ悩む人やねん。そう、なんかもう友達のプレゼント 1,2 時間とか余裕で悩む人、めっちゃ悩む、やばい。一生決まらへん。でもマジで怪しい人、ずっとうろうろしてるから。あ、一人で買いに行くからな、さすがに一人やけど、一人でめっちゃうろうろしてんの。そう、しかも自分のものじゃないから、人のものやからさ、めっちゃ悩む。でもともと基本的に全てに悩むタイプの人、服買いに行ってもコスメ買いに行っても、もともと自分のものでも結構悩むんですよ。でも自分のものに関してはもともと行く前にこう大体リサーチすんの。化粧品とかは特にそう。例えば下地がなくなったから、下地ちょっと最近 SNS とかで話題だったり、メンバーが使ってていいなって思うものとかを何個かピックアップして、まあ、そのデパコスが売ってるとこ行って、で悩むんですよ、どれにしようかなって感じ。そうだけど、それでもめっちゃ悩むね結局服はね、なんかその決めていく時もあれば、なんかいいのないかなみたいなんで結構行くんですよ、フラーっと。だから余計に悩みますね。そう、だいたい買い物とか行って4時間とか5時間とか普通に使うから、昼ぐらいに出たのにもう帰ってくる時夜みたいな、日落ちてますやんみたいなことめっちゃある。いや、マジで疲れるよ、だから本当に。しかも一人で行くから余計やねんな、決め手がないから、マジで決め手がないのよ。そう、なんかこう、これいいみたいな言った時に、あ、いいんちゃうみたいな、さあ、あれとどっちがいいと思うみたいな、いや、こっちの方がいいじゃんって言ってくれる人おらへんから、待って、一生一人の無限ループやねん。そうっていうタイプの人やねんな、これがな、うざいってよく思う男の人は多いらしい。女の買い物は長いよってよく言われるじゃん、典型的なそのタイプの人やから。私マジそれに付き合ってくれる人がいいわ、このバカ長い買い物に。あ、でもこの間買い物行った時、妹子と行きました。私が新しいキャスケット買ったってプラメに書いたじゃないですか。その時は妹子と一緒に行きました。でも後半はもう妹子の服選びに付き合っただけやので、私は何もしてへんかった、ただ付き合っただけで、ほんと疲れたけど。
そう、いやだからそれこそもうファンの方がさ、プレゼントを、あ、プレゼントをいただきましたんでありがとうございます、あの言ったけど、あのあれ劇場でね、この間劇場サムネイル行った時、生誕時にねプレゼント、ちょっと全部はねさすがに持って帰られなかったんですよ。なんかいつもだったら全然全部持って帰れる量しかなかったんですけど、あのなんかちょっとその日めちゃくちゃ疲れてって、あのシンプルに疲れすぎてって、ちょっとしか持って帰られなかったそう、ありがとうございます。普段だったら全部持って帰れたんだけど、ちょっと2公演終わりだったから疲れちゃったって思ったすぎて、ちょっと持って帰られなかった。デペロだから、あの大きいキティちゃん、フラワースターのついてた大きいキティちゃんもまだ劇場にいる、これ今度持って帰りますって言って、そう、そう次いつ出られるか分からへんけどね。そう、お手紙もね何個か持って帰ったけど全部は持って帰れてないから、ごめんね、ごめんね。あと事務所の方にはちょっといつ取りに行くかな、ちょっと分からない。でもタイミング行けば行きますって感じ。ちょっとわからないんだよね。そうそう、あっちとその事務所と私とのこの都合がの時しか行かれへんから、私がこの日行けるってなっても事務所の人があちょっとってなったら行かれへんし、そうそう、このいい感じに会う時があれば行きますね。いやそう思ったらマジでファンの人とか手紙とかプレゼントとかさ来るけどさ、いやーありがとうございます、本当に私のために悩んでくれると、悩んでくれてるんだと思うと嬉しいわ。私がね、しかも私がめちゃくちゃ優柔不断な人やから、人に物をあげるってなった時に、だからわかんない、ファンの人がどれぐらい即決タイプなのか優柔不断タイプなのかちょっとわかんないですけど、なんかそうやってさお手紙書くのもなんかちょっと恥ずかしくてみたいな結構言ってくれるの、みんななんか読んでくれたのはすごく嬉しいんだけど、でもあれを読まれたと思ったらちょっと恥ずかしいですって言ってお話会とかでさ言われるんだけどさ、マジそうやって一生懸命書いてくれて、プレゼントも一生懸命選んでくれて、いや嬉しい。特にさ男のファンの人とかだとさ、お洋服くださったりとかさ、コスメくださったりとかさ、恥ずいよね。いや本当に、なのにありがとうございますって感じ。本当、自身前服買いに行った時にさ、そのなんかよくさファンの人が服買いに行った時になんか SNS とか見せて、なんかこのなんかこういう感じの子がなんか着るんですみたいな、あげたいんですみたいな、なんかこういう感じでみたいなに見せてやってるんだっていうのを聞いてって、なんか前自分がお店行った時に、そのなんかお店の店員さんにこうやって携帯見せてて、あのなんか多分あのこんな感じの子でか分かんないけど、携帯見せて喋ってたんですよ店員さんとね。だからあの人もファンの人で、なんか誰かにいやプレゼントするんかなって思ったんよね。なんかちょうどお店がまあそのうちらぐらいの年か、もうちょっと下のぐらいの子があの着てるようなお洋服売ってるところだったから、そう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 、あの人もそうなんかなとかって勝手に親近感を持って見守ってました。うんうんってそうそうそう、微笑ましかった。あーネットね、確かにね、今の世代めっちゃ、あ妹へのプレゼントなんですけどっていうようだって。あーね、確かにいい手だ、いい手だ。あ買いに行って売り切れですとか悲しい。確かにあるよねそういうことね。コスメは店員さんと相談して決めるだって。いやすごい、なんかでもファンの人の中にはマジです
すごいコスメのどこそこのコスメの店員さんと仲良くなったよってマジでコミュ力すごいと思っちゃう。私も本当にもうコミュ障で陰キャだからもう人と喋るの超苦手な、キョドっちゃうの、あいやってなっちゃうの、あだった大丈夫ですとかなるし、試着してもいいですかって店員さんに言うのでもめっちゃ勇気いるわけ、ぶっちゃけ。そうだからそのコミュ力マジで羨ましい。そうそうなの、めっちゃデパコス緊張する。綺麗なお姉さんがこうやって見てると、あっ よかったら全然あれしますよと、あーどうもどうもめちゃ陰キャ出ちゃう、コミショ出ちゃう。そう、しかもなんかたまにそのフラット寄ってさ、すごいラフな格好とかしてる時にさ行くと超恥ずかしい、あやばいめっちゃラフな格好だったわみたいなねそうなんかきっちりしていかんとさ怖いよってなっちゃうけど、でもうち普通にすっぴんとかで行っちゃうね。なんかこの時代さマスクまだしてたから、なんかそれこそうちファンデーション買いに行った時とか、なんかさファンデーションの色とかはさこの肌に合わせるって言うやん、やかさこう化粧していったらさあれやかな思ってすっぴんで帽子かぶっていってんか、で店員さんになんかこうやってまだコロナの全然まだコロナがあって言ってる時やったから、なんか絶頂期ちゃうでじゃね1年前ぐらいとかな、だからこうやって自分でな、あの店員さんがやってくれできへんかったから自分でこうやってやって、あのこうやって肌とかにやってどの色ですかねみたいな、この色がいいと思いますって言って、ああ分かりましたこの色でくださいって言って買ったりしとった。あ店員さんと同じ服着てた時恥ずかしかった、分かる、いやめっちゃ分かる。なんならうちマジでそのなんか普通に服見てってでしてパッて気づいた、あやべえこの店のスカートとトップスだったと思って、めっちゃ恥ずかしいよなそういう時って。それでさ、そしたらさ店員さんがあらあのお洋服ありがとうございますみたいな、そうあはいみたいな、めっちゃ恥ずかしいあるあるじゃない、めっちゃ恥ずいよね。なんか別にさ悪いことしてないし、なんなら店員さんからしたらあここのお洋服をよく買ってくださるんだなって思うじゃん。だけどさこっちからすると恥ずかしいやん、やばいやっちゃったってさなるやん、めっちゃ恥ずかしい、あはいっつって恥ずかしかったマジで、あそんなんはいやっちゃうよね。いやーマジで本当に恥ずかしかった、何回かやったことあるよね。そうえそれこそガチで最近マジでそれもあったけど違うやつでめっちゃ踊れたのは、あこれ話したらもう終了するね、1時間半も喋ってるからもうそろそろ終了するわ。なんかめっちゃええー、ってなったんがレナちゃんね、あのもう結婚式に行かせてもらったんだけど、その福地レナちゃんのあの結婚式に行かせてもらった時にお洋服をね、まあ、着ていくわけじゃないですか。そしたらその会場の少ない会場の中にまさかの全く同じ色の全く同じ服着てる人いた、めっちゃ恥ずかしかったんだけど。なんかうちは新婦側のご友人じゃん、あっちは新郎側の多分ご友人だったっぽいんですけど、女性の方で、このさ数十人しかいない世界の空間の中で被ることあると思ってマジで恥ずかしかった、えっと思って、そうめっちゃ恥ずかしい、しかも色も全く一緒のやつ、えっめっちゃ恥ずかしかった、超恥ずかしかった、やばい気まずすぎてやべっつって。そうなんかさ
あのさ、小田とさ、マリアみたいにさ、わざと色違いで揃えてきましたみたいなと分かるじゃん。まあ友達感っていうのもさ、傍から見て分かる、一緒にいるし。だけどさ、新婦側と新郎側で全然こう席も離れてるやんか。端っこと端っこで同じ服着てって 100% あれかぶったなって外からも分かるじゃん。本当恥ずかしくて、本当にそう、でそんなことあると思って、マジで恥ずかしかった。全然知り合いとかじゃないのにかぶったから、もう恥ずかしくて恥ずかしくて、やっちゃったと思ったよ。受付してさ、ウェルカムドリンクみたいな待ってたんだよ、他のメンバーね。その時にさ、こうやってプッて見た、受付に同じ服の人がいる。チャラララ、すいませんって感じでかぶった、ごめんなさいって思って、めっちゃ恥ずかしかった。いや向こうも絶対気づいてたっしょ、絶対気づいてるよ。いやー恥ずかしかったな。いやあれはマジで恥ずかしかった。一番ここ最近びっくり仰天したし、一番ここ最近で恥ずかしかった本当に出来事でした。じゃんじゃんって感じ。じゃあそろそろ終了しよう。ランキング見ます。13位マボロスさん、12位ジェリーさん、11位ヤングさん、10位カズさん、9位ヨシオンさん、8位横尾さん、7位ザク1973さん、6位岡山さん、5位沢正さん、4位相松さん、3位秋彦さん、2位近石さん、そして今日の第1位は地道な走り屋さんです。地道な走り屋さん、母の日くもさんタワーありがとうございます。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。というわけで皆さん、また明日のショールームでお会いしましょう。じゃあ今日も長い配信付き合ってくださってありがとうございました。バイバイ、またねー。